さあ両チームイレブンの入場です。 J リーグ30周年記念マッチ第13節、柏レイソルと横浜 FC の一戦です。今前半スタート、まずはホームの柏、勝田が前線にボールを送ります。縦運んでスルーパス、細谷中を見る、細谷転がして降りている、マテウス・サビオブロック、シュート、これもブロック、最後は細谷、小山津横パス、マテウス・サビオ、マテウス・サビオブロック、豊島からマテウス・サビオだ、さらにシュート、ゴールに迫った柏、最後は豊島のシュートでした。しっかり体張ってカバーしましたね。ここも枠いってましたからね、まあ、粘り強い守備っていうのはできてますね。マテウス・サビオ横パス、小山津、細谷のシュート、ナイスキーパー、小山津帰って片山、さあ山下、林が来る、林を使う、林のクロス、あ、手に当たったか、判定 PK です。片山の手にボールが当たっていました。まあ、ここから、まあ、よく外側ねスピード感を持って上がりましたし、まあ、このクロスに対してまあ、こう最後投げ出したところの左手でしたね、まあ、少し上がってしまったので、まあ、そこに当たったという形でしたね。はい、小川幸輝決めていきました、横浜 FC 先制。まあ、非常に自分の間っていうのを作りながら、まあ、キーパー見ながらしっかり逆をつきましたね。まあ、非常に落ち着いてPK だと。サポーター中央へ飛び込んでくる、小山津、三つ丸、マテウス・サビオ、マテウス・サビオポストです。それもう完全にシュートを狙っていきましたけどね、まあ、ファーにサビオ、ケノス、左足パス、中央をついていきました。ここでタイムアップ、試合終了、0対1、勝ったのは横浜 FC。